動画編集のコツは大きく分けて以下の3つです。1. 企画・構成をしっかりと考える。 2. 素材をしっかりと編集する。 3. 効果的な演出を加える。 1. 企画・構成をしっかりと考える。動画編集の第一歩は企画・構成をしっかりと考えることです。まず動画の目的やターゲット、伝えたい内容を明確にしましょう。目的が明確になっていないと編集の方向性を見失ってしまい、まとまりのない動画になってしまう可能性があります。またターゲットを明確にすることで視聴者に伝わりやすい言葉や表現を選ぶことができます。伝えたい内容を整理することで動画の構成が見えてきます。構成は動画の流れや見せ方を決める重要な要素です。構成をしっかり考えることで視聴者に分かりやすく印象に残る動画を作ることができます。 2. 素材をしっかりと編集する。企画・構成が決まったら素材をしっかりと編集します。素材の質が悪いといくら編集しても見栄えの良い動画にはなりません。撮影する際は画質や音質にこだわりましょう。また撮影した素材は不要な部分をカットしたりつなぎ合わせたりしながら編集していきます。編集でのポイントは動画の流れを妨げないことです。不要な部分をカットしたりつなぎ合わせたりする際には自然な流れになるように注意しましょう。 3. 効果的な演出を加える。素材を編集した後は効果的な演出を加えます。演出とは動画の雰囲気や印象を高めるための効果です。演出を加えることで視聴者の興味を引いたり動画をより魅力的に見せたりすることができます。演出には BGM や効果音、テロップ、エフェクトなどがあります。 BGM や効果音は動画の雰囲気を作り出すのに効果的です。テロップは動画に情報を追加したり視聴者の注意を引いたりするのに役立ちます。エフェクトは動画に動きや変化をつけたり視覚的に印象付けたりするのに効果的です。演出は必要に応じて適切に使いましょう。動画編集のコツはこれらの3つを押さえることが重要です。慣れてくるとより高度な編集テクニックも試してみると良いでしょう。また動画編集の技術を磨くためには実際に動画を作ってみるのが一番です。様々な動画を見たり、編集ソフトのチュートリアルを参考にしたりして、スキルアップを目指しましょう。